現場ではね、役者さんたちが、はい、すごく楽しそうに、うん、いろいろやっていただいてたりもするんで、うん、それを見てるとね、僕たちはまあまあやってよかったなっていうふうには思います。そうですね。でも楽しかったこと、澤さん楽しかった役者で役者で役者で一人で、まあ、ほとんどあんまり人と絡んでないんですよ、僕。で一人で喋ってるところがまあまあセリフの長いところだったんですよね。で台本まあ読んで覚えて、そしたらその本番撮影の日ですねに、山口先生に澤さん、そこセリフ変えるからって言われて、はいっつってもらったら、8割ぐらい変わってるもう本番ですけどもみたいな準備万端で、その丸々そこを全部撮るよって言われてたしね。うもうそこからもう僕ずっと一人でブツ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 セリフ絡む相手もいなかったんでみんながセッティングしてる中、照明の上田哲生君とかがこう照明をね、綺麗な照明を組んでくれるんですよ。で組んでくれて作業の邪魔になりながら僕は一人でブツブツブツまあでも結果はちゃんとね、ちゃんと言われましたよね。言われましたね。それはもう僕の中でいい思い出として、いやいい思い出、いい思いです、いい思いです。役者として試されてんなっていう、ああでもちゃんとことやりますからね撮影期間の中で一番心に残ってる、うん、現場のところ、現場ですね。僕今回は制作という立場、まあ、制作のチーフという立場でほぼほぼ現場にいたんですけど、制作やってると撮影現場にほぼ入れないんです。ここで本番やってます、こっちに役者さんの待機場所があります、でここの橋渡しだったりとかこっちのケアがほとんどなんで、あんまりそのシーンを見れてないっていう中で、唯一そのしっかりじっくりそのワンシーン丸ごと本番を見れたのが、まあ本徳寺は本徳寺なんですけども、徳川吉宗、ね、綱吉ですね、はい、俺何代目を間違えた今僕でも分かるんですよミスを、はい、珍しい、はい、もう、徳川綱吉を演じてられる方が、片岡百万両という関西の、舞台役者さんになるんですけど、うん、僕の直の先輩なんで、その人のシーンをしっかり見れたっていう意味もあって、他のシーンがあんまりちゃんと見れてなかったのもあるんで、うん、そこはやっぱ現場としては思い出にあるかなと、うん、制作っていう立場で言うとやっぱり、初日に訪れた公民館、あもうね、今から撮影入るよっていう感覚なんで、もういろんな不安でいっぱいなんですよ。だから初めの本番のね、用意スタートってかかるまで、はいはい、多分変な緊張をみんなしてたんですよ。いや、相当いやなんですよ、緊張してましたね。だからそういう意味ではそこは思い出深いかなっていうところですね。どう昔一緒に舞台とか叩いた人と一緒に時代劇やった気持ちってどんなやったんですか。なんやろうね、なんか不思議な感じよね。ね、舞台ってまあ言うたら1時間半とか2時間とかを一気に、うん、もう初めから最後まで、まあ、一緒の舞台に出ますやけど、映像ってちょっと特殊な一緒の出方する、うん、そうですね実際実は一人ずつ撮ってて別の日に撮ってたりもするけど、はい、会話してるみたいなとかもあるし、だからなんか映像で絡むっていうのはすごい不思議な気分、舞台の役者さんと、すごい、まあ、まあはい、そんな感じで、はい、後で聞いたらすごい楽しかったよって言っていただけてるんで、うん、それはそれでありがたい、嬉しい、多分